皆さんこんにちは、秋葉仁です。2011年8月19日にテレビで、鳥人間コンテスト、これ毎年行われてますよね。こちらが放映されたかと思います。その部門の中にですね、人力プロペラ機タイムトライアル部門というのがございます。そのですね、優勝チームの方々の祝賀会をいただくことができました。実際ですね、テレビの放映中にみんなで一緒になって見てね、それで優勝を祝うということでして、すごく盛り上がりました。で、残念ながらですね、そのテレビを見てる場面っていうのは著作権の絡みでお見せすることができないんですけれども、最後にテレビの中で言っていたコメントと同じことを言っていただきました。その模様をビデオに収めることができましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、では今日は鳥人間コンテスト の、 優勝したチームの方にお越しいただきました。ではチームメイト、お名前の方を。ドボン会の菊池デイル万次郎です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。で、テレビの中でもあったんですけど、お父さんの中、お父さんに一言お願いします。俺を超えてみろ。来年も優勝になって、じゃあまた優勝して、ここでまた祝賀会をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いかがでしょうか。また来年もですね、ぜひ出場していただき、また板金屋の方でですね、ぜひ祝賀会をしていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。